スカルのハッタ空港スカイトレインは、インドネシア共和国ジャカルタにあるスカルのハッタ、国際空港の第1、第2、第3ターミナル及び、市や駅の延長 3.05km を結ぶ、無料の新交通システムである。スカイトレインの所要時間は、あるターミナルから、他のターミナルへは5分であるが、第2ターミナルから第3ターミナルまでは7分かかる。スカイトレインは、 無人の自動化システムとして設計されたが、現在のシャトルサービスのスカイトレインは乗務員による手動運転で運行されている。線路は伏線だが、運用は単線並列であり、各駅ともにエビ両方の乗り場から両方向に発着するため、特に中間駅である空港駅とターミナル2では注意が必要。なお、スカイトレインのダイヤは、インドネシア空港ウェブサイト及び、 スマートフォンアプリケーションで検索が可能である。第一ターミナル駅での新交通システムあたりシステムは、韓国のウススすむ3電の協力のもと、国有企業の PT 連インダストリーによって製造されたゴムタイヤ式の空港新交通システムを利用している。2両編成の列車が3編成で運行されている。列車は一度の移動で乗客176人を輸送することができる。 列車は毎時 60km の速度で移動し、自動案内機上式旅客輸送システム技術を備えている。スカイトレイン第3ターミナル駅ターミナル1、スカルノハッタ国際空港駅ターミナル2ターミナル3空港駅からは、スカルノハッタ空港レールリンクを利用すると、ジャカルタ市内中心部へ簡単に移動ができる。スカイトレインの全駅には、プラットホームスクリーンドアが備わっており、 次の列車の到着時刻が、プラズマスクリーンにリアルタイム表示されている。スカイトレインは2017年9月17日以来、稼働している。スカイトレインの利用客スカイトレインは、フェーズ2において、計画中の新しい第4ターミナル及び、スカイハブへと延伸される。その後は、総合ビルディングターミナル及び、第1、第2、第3ターミナルへと結ばれる。ありがとうございます。